こんにちは。メッセージありがとうございます。まあ、速稼塾の久保です。今回はですね、FX のご質問に回答させていただきます。これ結構ね、いい内容になると思いますんで、一般公開でここはね、匿名での返信させていただきます。まずね、メールいただいたときはこういうふうな予測が書かれておりました。日足で前回高値超え、上昇、4時間上昇なので、どこかで1時間足が反転してそちらに向かうという目線でした。具体的には110円の455で反転して倍という目線でした。これはね、この読みは正しいんですよ。基本的にはこうなるはずなんですよね。はい、失礼しました。まあ、本来でしたら455で反転してですね、上昇に向かうというふうに考えるところなんですけども、私はね、その週足とか月足っていうのを見たときに、これはここから下落に入るだろうということを、前からね、考えていたんですよ。月足がね、特に、マンスリーですよね。マンスリーが特にね、ここから上昇せずに、下落一辺倒だというふうに考えてるんですよね。特に、100円を割るところまでは、下落するんではないかなと思ってます。まあ、トランプさんが変わってから、バイデンさんに政権が変わって、ドル円に関しましては、ずっとね、倍の方に行っていたので、バイデンさんは倍かなと思ってたんですけども、ある時私は、その考えを捨てて、セルの方に向かうんじゃないかなというふうに、方針を切り替えたと思います。切り替えた後、一回倍の方に向かったんですけども、私はね、やっぱり思い直して、こっからは基本的にセルだろうと思ったんですよ。それが8月に入って、1ヶ月を通じて8月はセルだというふうに、まあ、7月の相場解説などから、もう決めてですね、そっちの方に向かうというふうに考えておりました。まあ、ですんで、本来でしたらこのね、110円455で倍の方に向かうと、通常は考えるんですけども、大きな流れ、一番大きな流れはこれセルに向かうなっていうふうに仮説を立ててまして、この仮説がね、まあ、どうしてもね、まあ、拭いきれなかったと。結局迷った時はセルの方に行くだろうというふうに思ってたんで、これを、まあ、軸に考えました。ですんで、110円の455での反転は、まあ、絶対はないんですけども、今回はですね、通常でしたらこれ反転して倍に向かうと思うところなんですけども、でも大きな流れ、これはセルの方に向かってくる、今回は、セルに向かうんではないかなと、このまんま、反転せずに下の方に潜っていくっていうふうに考えたんですよね。その後なんですが、これね、放送でもお話したと思いますけども、まあ、4時間だったらね、わかりやすいかな。4時間だとね、110円の350のあたりで、揉み合ってるところがあるんですよ。一旦下に落ちて、揉み合って、で、110円の335を割ったところからぐんと下に行くみたいなね。で、これね、本来したらこれが起きないはずなんですよ。これが揉み合いが起きずに上の方に向かっていったら、トレンド転換が、いつだったかな、110円の770あたりで起きずに、上に突き抜けるという図が頭の中に浮かぶんですけども、これ大きな陰線を出して下の方にね、行きましたんで、これは揉み合うようだったら下の方に抜けるなっていう考えがあったんですよね。で、結局、110円の335で、まあ強い確信を持ってですね、放送でも数字を出すってことは相当な強い私確信があったってことなんですよ。もうここ終わったら下の方に行きますよというふうにね、申し上げて、しかも大きな、うねりが来て、そっからずっとセルですよね。まあ今日に至ってですね、反転して109円の、まあどこのくらいかな、195、ちょっと下回ったあたりで反転して V の字を書いてですね、現在のあたりが109円の569あたりまで戻してきてますけども、この後ももう一回下の方に行くんではないかなと思ってますね。まあただしですよ、ここはもう、ちょっとね、利益確定の思いなんですけども、深追いせずにこの辺で私は、ただ見るだけにしようかなと思います。もうすでにね、大きな利益今週は取れてますので、ここまで下がって、ここから根っこからね、100円の573あたりからセルの方に入るよりも、これがぐーっと下がっていって、109円の195を割ってセルの方に向かうようでしたら、108円の775までセルで追いかけようかなと思ってますね。明日もそういう風な相場解説するはずなんですよ。まあ、ですんでね、いろいろと申し上げましたけども、まあ、いろんな要素が絡み合って今回は110円の455の反転はないなって考えたのが一つです。これちょっともうね、説明長くなっちゃうんで、これは本来でしたらそう考えて倍に向かうって考えるんですけども、今回は月足とか週足をもう数ヶ月前から見ていて、これは、セルの方への勢いが強いから、反転が起きそうなところは起きないっていうふうに決めていたってところですかね。で、8月の頭に
8月はセルの方に行くというふうにもう決断して宣言していたところ、そこがもう全てです。それまで理由の積み重ねっていうのは毎日のように言ってきたんで、これをね、一言で言うとこうだっていうのは難しいんですけども、申し訳ないですけどね、だからね、なんと言いますかね、明確にこのポイントでこうだってわけじゃなくて、細かいポイントが全部積み重なっていって、もうこれは8月はセルだなと、迷った時はセルだなと、普段バイの方に反転行くところが行かないんだっていうふうなことでやってきましたね。なんか山間みたいなお話になっちゃいますけど、そうじゃないですかね。小さな検証を積み重ねていって、8月の方針が決まり、それが8月の2週目にストライクしたっていうことになりますんでね、ちょっとその辺ご理解いただければと思います。すでに3週目に入ってますけども、3週目4週目も基本的にはセルでいくと思いますね。だから瞬間的なバイの方向かいはあるんですけど、それはね N を書いて勢いをつけて下に組み上げて下に行くっていうね、まあ、おしめじゃないや、戻り売りの予兆ですからね、うん、はい。で、なぜ自信を持って110円の335ラインを割って下落だと予測できたのかを知りたく思いました。これはですね、だからこのトレンド転換した後にこの揉み合いがあったから、その揉み合いを割るようだったら果てしなくこれは下がるというふうに考えたんですね。なんかね、一緒にチャート見ながらこうやって指差しながらやりたいんですけどね、こういう時に、考えるのは日足表示で見るとひげ抜きした程度でさほど上昇更新してない、日足レベルを押し、安値を更新しているなどが下げ目線のゆえんですかね、ということで、あのね見方は本当これ正解なんですよ、これ全てがね、正解なんですけども、私はこの正解をあえてね、あの別の要素で違うと思って、なぜなら月足とかね、月足ですね、月足が大きな流れで下の方に向かっている、でも上の方に向かう要素がないっていうふうに判断したんですよ。それは、これ1月からね8月までの積み重ねでそういうふうに考えたんですよね。だから理由は1個じゃないんで、とっても言いにくいです、すいません。でもまあ、あの月足を見た時に1ヶ月の方針っていうのは考えないといけないですし、週足を見た時に週の方針っていうのを考えなくてはいけませんし、毎日日足を見ますんで、その日の方針を上か下か見ないといけないですよね。まあ、そのほんと積み重ねなんですよ。説明しにくくてすいません。なんかね、どう言うんだろう。まあちょっとね、すいません。あの、スクリーンショットの方をご覧いただければと思います。じゃあ、解説の方を始めますので、いつものように画面を切り替えていきます。これ、4時間なんですけども、トレンド転換が起きてるの分かりますかね。トレンド転換の起きてるところは今までも説明しましたけども、ここと、ここと、ここなんですよね。大きな流れがずっと下から来て、ここで転換して、もう大きな流れで下の方にもう一辺倒に進むと。そして転換が起きたところでまた大きく上に行くというところですよね。で、ここでまたトレンド転換起きてますので、まあこれはね、大きく下に行くんだろうな。基本的には、もう上にも行くんだけども、でも下の圧力が強いというところですよね。まあこれだけで、110円の335でのエントリーの理由にはならないんですけども、基本的に迷ったら下の方に行くだろうなっていうのをざっくりと4時間では考えておりました。そして問題はここなんですよね。ここ。揉み合いが始まってるでしょ。揉み合いを十分抜けたポイントが110円の335だったんですよ。ここね。で、揉み合いは下に抜けるというふうに私は考えていました。上に行かないでもないんですけども、上に行ったところでね、結局叩き落とされて下の方に行くというふうに考えたのは、トレンド転換起きてるから、もう下の方に行く流れの方が強いんですよね。ここと同じですね。ここと。トレンド転換起きちゃってるんで、上の方に行くにしても結局下の方に大きく連れ戻されるっていうね、流れですよね。だから、例えば、ここで、セルをかけて、一瞬上昇したとしても、別にロスカットをしなくてもね、そのうち戻るだろうっていう、そういうふうな考えはありました。まあもちろんね、ロスカットをしないとか、ロスカットを放置して反転を向かうっていうの、反転を期待するっていうのはすごく危険なんで、放送では言えないですけどもね。でもトレンド転換してるわけですから、じゃあ上昇して、ここを抜けて上の方に行くんですかと、それはないわけなんですよ。まあですんで、高い確率でセルをやっとけば負けないっていうのが、ここの流れなんですよね。じゃあちょっと別の時間軸見ていきましょうか。あ、ちょっと1時間見ましょうか、1時間。これ1時間軸なんですけども、ね、トレンド転換をしたのがここですよ。さっきの4時間で説明したように。で、下がっていって揉み合いがここ始まってますよね、横ばいで。ね。
で、そうすると価格ってのは110円の345で、切り番なんですけども、110円の345でそのまんまセルかけると、ここみたいにね、やっぱ上の方に上がっていってロスカット食らっちゃうんで、私は110円の335を割って下の方になお行くだったらエントリーしようと思って、この辺りで待ち構えてたわけですよね。で、そうすると、滝が落ちるようにうわっと落ちて、一旦 N を書くんだけど、また落ちてみたいなことになりましたよね。やっぱ思った通りだなっていうところで、ここまで来たということですね。で、同じようにこれ揉み合いが始まったんで、この揉み合いはですね、私もう一回下に行くと思いましたけども、これ解説したように、一旦上に行って、さらに強い勢いでもっと下に行くみたいなことも考えられるんで、エントリーはしませんでしたよってことを、エントリーはしませんよってことをお話したと思います。で、これがね、デイリーだったかな。デイリーですね。デイリーを見ると、デイリーのトレンド転換、ここで起きてるわけなんですけどね。まあ、ここでもトレンド転換ですよ。ここでもトレンド転換ですよ。下の方に行く流れがあって、上の方に行く流れがあって、転換しちゃったんで今度はまた下の方に行く流れができてるんですけども、下落の中でも、上の圧力っていうのはこういうふうにね、ここで抑えられてるんですよね。それに引き換え、この下の圧力っていうのはどんどん広がってきてる。要するに、売りに行く余地がどんどんこう広がってるっていう風に見てるんですよ。まあでも、110円の445で反転することはね、大いにあったわけなんですよね、ここ。私も今回別の場所で起きていたら、この辺りで反転っていう風に考えたかもしれません。しかし、前々から月間で売り、週間で売りっていう風に、その辺はもう固めていたんでね、まあ細かい動きは4時間、出入り、1時間であったにしても、どっちかなと思ったら、どちらかというとセルにした方が分は良かったっていうふうに考えてますね。それで月間を見てみましょうか。月間。月間足なんですけども、これを見て、セルの方向に向かっているっていうふうに私はもう決めていたんですよね。もちろん横ばいなんでね、月足はさすがに横ばいなんで何とも言えないところはあるんですけども、まあ私はね、ほんと100円割って、こういう風になるんではないかな、ぐらいは考えてたんですよ。このボックスを書くんではないかな、とね。で、肝心なのがこれ、少しずつ、ロウソク足が下に向いてるやつってのは強いんですよ。で、瞬間的にこういう風にね、上昇したやつってのは、この大きな、陽線で上に行ったやつってのは、また小さな、ロウソク足によって、どんどん下がっていくと。いうふうに思うんですよね。だから、小刻みに下がっていくなら、そちらの方が硬いし、小刻みに上がっていくならその方が硬いし、急騰してグーンっていくやつは、そっから徐々に、まあ、逆方向に行くっていうふうに、私考えてるんですよね。まあ、ですので、そう言うと、これは急騰して上の方に行きましたから、長い時間をかけて、こっちの方に向かっていくとも思いますけども、このあたりっていうのはね、協調介入がかなりあった時なんで特別な場所だと思ってるんですよ。そうそうないと思いますよね。日米の協調介入で、あれでしょ ?1 ドルが74円とか5円だったものを無理やり100円の方に持ってって、その後政権が変わって日本は安倍政権に変わって、まあね、円安の方に触れていったってことですよね。で、今また、株価の強制買い取りかなんかわかりませんけども、なんかアベノミクスの残像によって、またね、少しずつ、円高に向かっているのかなっていうところですよね。まあ、難しいところですよね、この辺はね。はい、というところでね、十分な説明にはなってないと思いますけども、本当これはね、毎日見たからこそなんですよ。毎日見ているからこそなんですよ。ですんで、ここでまとめてこうだよってのはなかなか言いにくいんで、本当に日々積み重ねることが大事だと思います。ただ、それでもね、なんとなくまとめて言うとすれば、いつもだったら110円の455で反転して上昇っていうプランを私も立てると思いますけども、全体的に流れがセルなんで、いつもとは違う選択をしなければならないという、その勇気がいったっていうことかなと思いますと、あと一つはトレンド転換を起こして、その後揉み合いが何回も言いますけど、揉み合いがあったでしょ。これっていうのは大きく下に下がる予兆だっていうのは、まあいつものパターンで感じていたところなんですよね。もちろんカリキュラムの中にもこういうの入れてると思いますけども、トレンド転換した後の揉み合いはトレンドの方向に行くってやつです。だから戻っていくってことはないんですよね。トレンド転換しちゃったわけですから。で、仮にこれが上の方に行ったらトレンド転換間違いで、今度はね、トレンドの方向、さらに前のトレンドの方に向かうってことだったんで、どん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 上昇していくっていうふうに方針転換を大きく
するってことになりますね。はい、じゃあ以上ですね。ありがとうございました。